国立原爆研究所の森ですけど、本日もこのような機会を与えてくださいまして、誠にありがとうございます。で、僕は普段国立原爆研究所っていう静岡県の三島市にあります、研究所にいます。で、普段は微生物のデータの情報解析と、ゲノムデータだったり、メタゲノムデータの情報解析等を行っています。今日はその中で、特に最近よく近くで出てます、微生物統合データベース、マイクロブディビルド JP というものをもう5個8年ぐらい作ってますので、それについての紹介をします。で、マイクロブディビルド JP はもうすでに公開されていて、もうフリーで誰でも使えるデータベースになっていて、このサイトからアクセスできます。で、これは2011年から公開している、主に微生物といっても原核生物を主体としたデータベースになっています。で、作っているメンバーは、これバージョン1、バージョン2、バージョン3で、それぞれ作っているメンバー結構変わってきてはいるんですけれども、一貫して代表は国立大学研究所の黒川先生と、うちのラボの教授の先生です。で、僕とか他に何人か医学系の先生が作ってたりします。あとは、岡崎、今愛知県の岡崎市にあります基礎生物学研究所の内山先生のグループと、東京工業大学の山田先生のグループ、千葉大学の高橋先生のグループとも共同で、このデータベースのバージョン3というのを作っていて、もう間もなく公開する状況です。あとは、RDF のセマンティック用語の技術を使っていますので、DBCLS の方々にも技術協力をいただいていて、ファンディングとしては統合学推進プログラムというのは JST-NBDC の予算で支援をしていただいております。はい。で、マイクロ DB というのを紹介するんですけど、その前に、そもそも微生物のデータベース自体は、もともとゲノムの微生物から最初にゲノムが決まってきているので、非常にたくさんのオミックスのデータだったり、系統のデータとかと特化して、非常にいいデータベースがもうすでに存在します。で、それらの一例をここに出していますけれども、割と例えばゲノムだと、もう NCBI とか非常にいいゲノムデータベース持ってますし、バクテリアの系統とかに関しても NCBI タクソノミだったり、ゲノムタクソノミデータベースとか、いろんなデータベースがあったりします。でも、これらのデータベースがあるのか、これ以上データベース作る必要ないじゃないかとよく言われるんですけれども、これらのデータベースは特定の対象に対しても非常に特化したデータベースになっています。なので、例えば異なる種類のデータ、ゲノムとメタゲノムとかを関連付けて検索しようとすると、例えばある菌っていうのがどういう環境に多いのかとかを検索しようとすると、結構そういうこのゲノムデータベースとか系統のデータベースだけだとうまくいかなかったりします。そういう異なる種類のデータを関連付けるような場合に統合データベースが重要になってきています。最近そういうニーズが増えているわけですね。で、まずマイクロ DB っていうのを作っていますけど、これは開発方針としては、遺伝子と系統だったり、遺伝子と表現型、あと遺伝子と環境とか系統と環境のような、異なるカテゴリのデータを何とかしてリンクして、それらからリンクから微生物に関する新たな知見を得られるようなデータベースを目指しています。で、このスライド、皆さんに配っていないんですけども、さっき必要なと思って作ったスライドですけども、具体的にどういう、これだとちょっと分かりにくいかなと思いましたので、具体的にどういう目的に例えば使えるのかというと、ここに一例書いてますけども、菌株保存期間とか、カルチャーコレクションって言われてますけども、多くの研究者が微生物を環境中から単位して培養して新しい種を記載するような場合とか、新しい菌を持ってますとか言って、菌株を記載、論文とかで記載するような場合っていうのは、菌株保存期間にその菌を分譲して、菌に登録して、それで培養してもらったりして、他の研究者が使えるようにするっていうのが推奨されています。そういうところの因果保存期間というのはデータベースをいくつか作っていて、例えば代表例だと、ヨーロッパの DSMZ という非常に大きな因果保存期間が持っているバックダイブというデータベースだったり、あとは中国の WDCM という期間が持っている GCM というようなデータベースがあったりします。で、これらは非常に、例えば SHI コリ K12MG655 というような株があったとして、それがどういう場所から分離されたのかとか、どういう場所で育てればいいのかとか、指摘培養温度は何とかとか、そういう情報っていうのを検索したい場合っていうのは、これらのデータです。非常に有用です。なので、そういう目的にはこれらのデータベースを使うのが適しています。
ただ、じゃあ本当に例えば大腸菌は皮から分離されてきましたと最初の記載論文に書いてあったとして、それがその微生物の生息環境を本当に代表しているのかとということに関しては保証がないわけですね。たまたまその時は川から見つかったんですけど、本来の生息環境は例えば土だったりするということはよくあります。でそれらの保証がないので、最近よく行われるのが、まあ、多数の後で解説しますマイクロバイオムデータを俯瞰して、でそれで各菌というのが本当にはどういう環境に多いのかということを見るというような研究が盛んに行われるようになってきています。でそういう場合にマイクロベティビティングは非常に役に立つデータでしたと、これは一例として挙げました。で、事前アンケートを見ていて思ったんですけど、多分マイクロバイオームとかメタゲノムあんまり詳しくない方も結構多いのかなと思います。なのでその辺をちょっと最初に紹介というか解説します。でまず、環境中の微生物、土壌とか活性汚泥とか水とか大体そうなんですけども、大体種のうちの数パーセントぐらいしか培養できないことが多いです。実験環境中だとなかなか各菌の適した培養条件が分からなかったりすることがあります。ですのでそういう場合に最近よくやられているのがこのメタゲノムと言われているような手法になります。でこれは何かというと、いろいろと定義があって、例えばマイクロフローラとかマイクロバイオータ、またマイクロバイオコミュニティと言われているようなものというのは、一般的にはザトータルコレクションとマイクロバイオーリズミアコミュニティということで、各微生物の細胞に注目して、その個体とかをも集合体として微生物を捉え、微生物分子を捉えている場合に使うような表現です。なので、ここには遺伝とかそういうことが入ってきません。でそれに対してメタゲノムは、トータルデナミックポテンシャルコアコミュニティということで、まあ、この論文で最初に定義されたと言われています。でこれは、ある分子中に存在しているいろんな遺伝子、この遺伝情報の総体、ゲノムの集まりですね、を表しているものです。なので、微生物分子が持っている、まあ、遺伝情報の総体で言ってもいいかと思います。で、それに対してよく最近は、いろんなニュースだったり、まあ、ブログとかで書かれているマイクロバイオームっていうものは、これちょっと曖昧な表現でして、マイクロバイオータアンドメタゲノムイヤマイクロバイオコミュニティっていうような定義があって、きちんとした定義が正直ありません。大抵の場合、メタゲノムを表す言葉として使われたり、また微生物分子を表す言葉としてマイクロバイオームが使われたりします。マイクロバイオームと言われた場合は、これ微生物分子のミックスデータとかそういうのを言っているものだと思ってください。どちらにしてもメタゲノムっていうのはある分子、微生物分子の遺伝情報をもう NGS、先ほども紹介された NGS の力を使ってもう一気に解読するというような解析手法になります。で具体的には、まあ、2つの手法があって大きく分けると、で、1つはこのアンプリのシーケンシングアナリスって言われている、バクテリアの場合は 16S リボソームの RNA 遺伝子を主に使うんですけど、これはアンプリの解析で、なんか分子、微生物分子があって、まあ、これは土壌でも腸内でも水でも何でもいいんですけども、そこから DNA 抽出法によって、まあ、DNA を抽出すると、いろんな微生物の混ざり物の DNA が出てきます。で、これらから特定の系統の外遺伝子を PCR で増やして、で増やした状態の配列、まあ、増やした状態の DNA を NGS と言われている、例えばノアセックとか、まあ、マイセックとかそういうのでシーケンシングをすると。そうすると、遺伝子機能としては増やした遺伝子の、例えば 16S とか、16S に結ばれる遺伝子とか、他のなんか、系統が赤い遺伝子だけなので、機能はよくわかんないんですけども、その機能しか持ってないので、それに対して系統については、いろんな系統以外にも配列が出てくるので、その系統をデータベースと参照してあげることで、そこに何がいて、しかもどれぐらいの頻度でそいつがいるのかっていうのもわかるというような手法です。でこれはもう培養を返さないので培養の負荷に関わらず見ることができる手法です。ただ各菌の系統が分かっても各菌が何をやっているかよく分からないと。でそれに対して、まあ、解析はもうちょっと複雑になるんですけども、ベタゲノム解析と言われているものとか、最近はそのこのアンプリゴン解析を送りつけたようにショットガンベタゲノム解析と明示的に言う場合もありますけども、これらの手法というのは分子中から DNA を取ってきて、それを PCR とかにやらずにそのまま
まとめてシーケンシングしちゃうと。そうするともう16ベースとかケイトマが遺伝子以外のいろんな機能遺伝子とか、まあ、インタージェネックリジョンとかそういうのも全部呼べてきますので、それらを情報解析技術によってここのゲノムはアセンブルしたり、あとは遺伝子プールとして扱ってそこにどういう遺伝子がどれだけあるかということを解析するっていうような手法になります。これとそこに何があって、あとどういう遺伝子機能が多いのかっていうことが分かってたりします。でこれらのアンプリコン解析とメタゲノム、ショートガンメタゲノムの両方を合わせてメタゲノム解析で一般的には言われています。でこれらの手法っていうのは大体2000年代後半から非常に盛んになってきていますけども、ここまでまあいろんな論文がもう毎日も出てますが、例えばこのアスマイクバイオプロジェクトではさまざまな環境中、動作だったり海とか池とか動物の腸内とかからさまざまなサンプルを取ってきて、それらを同じ手法で解析して、で、まあ、各環境中にどういう菌が多いのかっていうのを明らかにしたっていうようなカタログ化をしていたりしています。あとアメリカンバッドプロジェクトも主にアメリカ人とか、あとはイギリスとかオーストラリアの人たちから糞便を取ってきて、9000サンプルぐらいですけども、それらから16S 様子の RNA 遺伝子をアンプリコン解析してあげて、そこに何か各人が腸内でどういう菌がどれがいるかっていうか明らかにしているようなカタログ化のプロジェクトが大規模なプロジェクトがたくさん走っています。そもそもいろんな環境にどういう微生物がいるかすら分かっていなかったので、まずそれをやるっていうのがここ10年ぐらい非常に盛んに行われていました。ただカタログ化だけだとその菌が何をやっているかがよく分からないので、各菌のゲノムを再構築しようっていうようなメタゲノムデータからその各菌のゲノムを再構築するっていうようなソフトウェアとバイオインフォメーションを最近非常に活発に開発されていまして、その代表的な、まあ、成果としてこういうこれ地下水、アメリカの地下水のメタゲノムデータからここの今まで全然今までのバクテリアのゲノムとは結構違った特徴を持っているようなゲノムを持つ非常に小さい菌がたくさん見つかったっていう論文ですけども、そういうメタゲノムからゲノムを再構築してその菌の質の菌の遺伝子機能的な特徴とかを明らかにするという研究がいくつも出てきています。これはバクテリアの場合で細菌についても同じような感じでメタゲノムから、まあ、この存在自体は昔から分かっていたんですけども、非常に真核生物に近い細菌のが一体どういう機能を持っているかというのをメタゲノムで明らかにしている論文とかですけども、まあ、こういうメタゲノムデータから個々の菌のゲノムを再構築するという研究も非常に盛んになってきています。ということでここまでメタゲノムとかは何かとか、あと一体どういう目的で使われているかを解説してきましたけども、まあ、この次の世代これは皆さんの手にはないですけども、なので最近の流行りとしては例えば生物分子だったり培養困難な特定の菌のがどういうことをやっているのかとか、そもそもその微生物分子が何のどういう特徴があるかっていうのを知りたい場合っていうのは、とりあえずアンプリコン解析とかメタゲノム解析をするっていうような研究者が非常に増えています。でそうすればとりあえず配列が出てくるので、実験を失敗していない限りはそこに何がいるかっていうのが分かるというので、まずそのスタート地点であるサンプルを選んだ時にそれは一体何を見るかっていうので、最初にアンプリコン解析とかメタゲノム解析をする研究者が非常に増えてきています。でその理由も NGS の費用が、まあ、年々非常に安くなってきているからです。はい、でそうすると先ほどの中田さんの話でもありましたけど、メタゲノムデータは大量にデータベースに蓄積されていています。これ横軸は各年にこの公共の塩基配列レポジトリですね、 DDBJ だったり UCBI とか EMA ですけども、そこの登録された新型シーケンサー以外のデータ、 NGS のメタゲマイクロバイオムデータ、ショットガンメタゲノムとアンプリコン両方合わせてです、のデータが何サンプル登録されましたかっていうのを表しています。縦軸がサンプル数です。で新型シーケンサー自体が2000年代の中旬ぐらいからだいぶ普及してきていますので、それまででもほとんどなかったんですけども、だいたい2010年以降とかに大量に増えてきて、2011年ぐらいに10万サンプルぐらいを超えて、その後もこの数年ですね、2014年に20万サンプルで、2016年にはもう
50万3分を超えて、17年に89万、9万3分ぐらいになって、2018年にも130万3分、2019年、今の段階でも160万3分を突破しています。でこれ、いろいろな増え方で、もうマイクロバ、いろんな環境のマイクロバ内容の解析というのが得られるようになってきています。で、まあ、それらの配列を読むところまでは新型シーケンサーで使ってやれるんですけども、もちろん DNA 抽出とか PCR どうすれば結構難しい問題ですけども、それらのところはとりあえず置いておいて、新型シーケンサーを出すととりあえず配列データが出てきます。で、それらをどう解析すればいいかっていうのは、実はこの一つ前の AJAX 講習会っていうのを9月末に帯広畜産大でやったんですけども、その時もう僕がメタゲノム解析ツールについて90分話してくれと言われましたので、そこでひたすら話しましたので、その時の資料がここに公開されてますので、それを一回ご覧いただければいいかなと思います。そういうのにもし興味があればですけど、でそういうような情報解析の手法をいろいろ使うとメタゲノムデータからさまざまなことが分かりますよということをご紹介しましたけれども、このAJAX79 のところで他の動画とかを紹介してますけども、その結果として出てくるこれらの大量のデータっていうのをどこに実施する、どういうふうに整理しているのかっていうのを今日話します。で、前置きはちょっと長くなりましたが、はい、で公開されているマイクロバイオームデータっていうのは、基本的にまず最初に論文化するときにこの ILCC の新型シーケンサーのリードデータを登録する DRA だったり ERA、SRA というサイトに登録されます。で、このサンプルの数っていうのが2019年の9月の段階で160万サンプルを超えていました。で、先をチェックしたら180万サンプルを超えていました。なので、この2ヶ月ちょいですね、で20万サンプル増えている。大体 1ヶ月で10万サンプルぐらいが新しく公開されているという形になります。ただ、ここに書いてあるように、一時データベース、最初に研究者が配列を登録する、この ISDC の DRA とか、ERA、SRA は、配列しかないです。配列とどの環境が取っていたかっていう簡単な記述しかないです。なので、各配列データ、各サンプルにどういう菌が取り替えるかとか、遺伝子機能組成がどうなっているかっていう情報はありません。なので、それらのデータがないので、あとメタデータ、どういう環境が取ってきたかとか、DNA 抽出法は何なのかとかということもあまり書いてなかったりしますので、まあ、それらだと使いにくいので、さまざまな人たちが独自のマイクロバイオデータベースというのを作っています。で、ここに代表例を、代表的なデータベースをリスト化しましたけれども、GOLD とか IMG、MGRAST、これがアメリカのグループが作っているデータベースでして、マグニファイはヨーロッパのグループが作っているデータベースです。で、今日紹介するのはマイクロディグルと JPT の我々が作っているデータベースですね。でそれぞれ、特徴があるんですけども、どこにも共通しているところというのは、この GG データベースの INCDC と比べると明らかにサンプルの数が少ないと。ここが共通しています。これはなぜかというと、これその経路組成とか遺伝子の組成のデータが元の配列データそのこの ISDC にはないので、1回各データベースでこれらのデータをダウンロードして再解析するということをしないといけないです。でその再解析するのにすごく時間がかかっているので、もう本当に周回遅れのデータベースになっちゃっています。これなのでしょうがないです。どこもスーパーコンピューターを使って解析をしているんですけども、これぐらいの遅れになっています。で、MGRASTが一番サンプル数が多いんですけども、これは MGRASTワカっていうデータベースがメタゲノムプロジェクトが始まって、割とすぐ初期にデータベース事業を始めたので、その分蓄積は、昔からの蓄積があるので、このようなサンプル数が多いという形になっています。もう一度ちょっと少ないですけどね。はい、そんな感じです。なので、現状、マイクロバイオームのデータ、メタゲノムデータを検索したいといった場合は、いくつか選択肢があって、それぞれ機能とかパイプライン、使っている解析パイプラインがちょっと違ったりしますけれども、大体有名どころはこれらになりますという表でした。はい、で、マイクロ DB ですけれども、やっと他のマイクロ DB の紹介になりますが、2011年から作っているデータベースで、特徴としては中身っていうのは、
今日何個回か出てきましたけども RDF のデータ、すべて RDF のデータになっています。もともとのデータというのはいろんなデータベース、例えば遺伝子だったら MVGD だとか LCEC とか、そういうところから取ってきているデータだったり、系統だったら NCI タクソノミーとか、カルチャーコレクションの LBRC とか JCD とかがデータを取ってきています。あと環境情報についてはメタリアのデータをこの DRA が取ってきています。これらのデータをマイクログディビジョンで ID を合わせたり語彙を合わせたりして統合化していて、この統合データベースを作っているという形になっています。だから統合データベースを作ると一言で言っても、実際は何らかの伸びしろがないとデータは統合できないんです。で、マイクロ DB で2つの統合化のやり方を使っていて、一つが、環境も系統も遺伝子も全部配列情報、塩基配列またはアミノ酸配列を持っていますので、それらっていうのは一応配列類似性、もっと一般的に言うと進化的な遺伝子性というので、各データっていうのは統合化することができます。なのでこういう配列類似性をもとにして異なるデータを統合化しています。もう一つは、さまざまな研究者がいろんな環境からメタゲノムデータとかゲノムの配列というのを抽出して統合していますけれども、それらというのは同じようになっている。ある人がこれは森から管理しましたと言った場合というのも、実はこの森というのはフォレストですけれども、これは非常に有名な例で、フォレストというのは国ごとに定義が違います。で、森っていうのがそのそれぞれ何を表しているのかっていうのは、国によっては森っていうのはほぼ山と同じようなことを表している場合もあれば、もう木が数本あったら森だっていうような国もあったりします。で、まあ、そういう国とかあと研究者によって定義が違うような国とかがたくさんありますし、まあ、土壌っていうのも研究者によって定義が違いますので、まあ、それらをデータベースの中で元のデータに土壌って書いてあるので全土壌ですってことになっちゃうと、もう全然違うデータが種類というか、まあ、定義が全然違うようなものが同じものとして扱われてしまいますので、それを避けるためにオントロジーというので我々の方でもう一度さまざまな概念というのを統合化しています。で、まあ、特徴的にも2つ話しますと、一つは我々の方で微生物の生息環境に関するオントロジーメアというものを作っています。で、これは、まあ、微生物っていうのは例えば人の中は微生物にとっては生息環境ですけれども、人にとってはそれは臓器ですというふうに、まあ、我々にとっての環境と微生物にとっての環境が違うので、まあ、それらを合わせた上で各微生物研究者が使いやすいような形で階層構造を考えて、ここにそれぞれのいろんな概念語彙を定義していっているようなオントロジーになっています。なので微生物の生息環境をマイクログ DB で扱う場合はこのネオっていうので語彙体系に従って整理しています。もう一つはこれもこの 1,2 年で作ったものですけれども、ヒューマンマイクロバイオアソシエイテッドディジーズオントロジー HMADO っていうものでして、これは人の病気がいろいろありますけれども、最近毎週のようにさまざまないわゆるハイインパクトジャーナルというところで、いろんな人の病気と微生物、まあ、人に共生する微生物群集というのが関連しているという論文が出ています。まあ、大腸がんだったり、あとは、まあ、アルツハイマー病だったり、まあ、いろんな病気、あとニキビとかいろんな病気が関連性があるのじゃないかという論文が出ていますけれども、まあ、それは感染症だったら完全原因菌ですけれども、感染症なのかどうかにかかわらず結構いろんな論文が出てきています。で、それらが、まあ、微生物群集が関係する人の病気っていうのをここでは分類して、まあ、オントロジーを定義していきます。もともと人の病気自体はさまざまないいオントロジーがおせいであって、まあ、いろんな国際基準がありますけれども、微生物のが関係している病気っていうのにまとめて再定義しているという内容になっています。これは人のマイクロバイオの解析というのは非常に盛んになっているので、そういうニーズに応えるために作ったオントロジーになります。なのでマイクログリビはさまざまなオントロジーを使ったり作ったりしていますけれども、基本的に目的としては概念、人間が考えたいろんな微生物に関するいろんな概念というのを、それをマイクログリビ上でそれを使ってデータを統合化するためにこのオントロジーというのを開発したり使ったりしています。
今ここまでその本たちの話でしたけど、実際にマイクロ DB のバージョン3、今この更新中のデータですけど、データベースですけど、今マイクロ DB で公開しているのはバージョン2っていうデータです。で、この、まあ、来月ですね、来月公開するのはバージョン3っていうデータで、そこではゲノムに関しては、一時ソースはこの LGPI とか INSDC から取ってきています。で、オーソログは岡崎の諸生物学研究で作っている VGD っていうのを使っています。で、金核保存機関のデータに関しては日本の非常に大きな金核保存機関である JCM と NDRC っていうのを使っています。で、メタゲノムに関しては公共の塩基配性データベース中のメタゲノムデータを基本的には使っています。で、これらのカテゴリーでいろんなアプローチで使って整理していきますが、データ数としては大体今公開されているバクテリアのゲノムデータっていうのは、まあ、大体30万ゲノムぐらいも公開されています。30万株のゲノムが公開されているということですけども、まあ、それらをレフセック、LCPI のレフセックから取ってきてマイクロビリーの中に入れています。あとは金化保存期間のデータというのは大体数万サンプル、3万株とかあります。で、メタゲノムに関しては160万サンプル、ここにはアンプリコンも入ってますけども、のデータを整理しています。で、それらを自分たちのパイプラインで解析して、それらの再解析する分が結構時間がかかっていて、その10分の1以下になっちゃってますけども、これらのデータっていうのを公開しています。で、バージョン2、現在マイクロ DB として公開しているのがバージョン2の2014年の段階に作ったものですけども、その時と比べてこのバージョン3、来月公開するものっていうのは約ゲノムに関しては20倍になっていて、メタゲノムも10倍の数になっています。非常にメタゲノムでもこんな感じで、2014年の段階というのはバージョン2を作った時はメタゲノムせいぜい20万サンプルだったんですね。当時はこれで非常に多いとか言ってましたけども、このその後5年間で20万サンプルが150万サンプルになって、もう頭を抱えたんですけど、なのでいろんなマイクロ PDB のいろんな作り方でもだいぶ改善があって、非常に更新に時間がかかりました。で、そのうちの一つがオントロジー、環境情報とかっていうのをメタゲノムデータを登録するときとかゲノムデータを登録するときにどういう環境が取ってきたかっていう情報は各研究者が記述をしています。で、それらの情報っていうのはただ割と曖昧に書いてあったりしますので、それらをコンピューター上で自動的にどういう環境でやるかっていうのを自動的にアサインするっていうようなプログラムを作りました。で、これを使ってあげると割と泥臭いやり方なんですけども、一部自然言語処理のやり方を使ってますけども、これをやると大体公開されているバクテリアの6割ぐらいのバクテリアは何らかの環境ターボっていうのをアサインできて、メタゲノムデータの大体9割ぐらいは何らかの環境情報とアサインすることができて、それを自動化して人間の目を入れることなく自動で160万サンプルとかをアサインすることができました。で、公開されているメタゲノムデータは配列データと、あとはメタデータしかなくて、系統組成とか遺伝子の組成データはありませんので、まあ、それを解析するのに独自のパイプラインミニギャップというのを作って、これバージョン専用のパイプラインですけども、この中でメタゲノム情報解析に詳しい人はそれぞれどういうことをやっているかわかると思うんですが、メタゲノムデータから配列をきれいにした上でそこにどういう系統がいるかっていう解析をしたり、初等がメタゲノムだったら遺伝子の組成をそこから出すというプログラムです。で、これも割と早いプログラムだったんですけども、パイプラインだったんですけども、160万サンプルには対応できなかったんで、新しいミートアップ3という新しいパイプラインを作って対応しました。で、やってることもいろいろ変えてて、ソフトウェアとか結構変わっています。あとはもう、全く使えないデータというのをどんどん最初から捨てちゃうってことをしています。具体的には、例えば昔、454の GS20 とか GS20 とか、あとはイルミナの GA2X とかっていうシーケンサーがありましたけれども、それらっていうのは基本的にリードの長さ、シングルエンドだろうがペアエンドだろうが大体 100bps 以下のリードしか出せなかったりしました。その当時はそれが最新のもので、そういうシーケンサーとかを使ってリード上が短いメタゲノムデータっていうのを大量にデータベースに蓄積されています。ただ現在の主流ではそういう短い配列を使ってもあまり特に系統組成とかちゃんとした情報が得られないことが多いということで、まあ、そういうデータは全部捨てています。
あとは、まあ、改正の結果でちょっと変な配列、サンプルというのを全部捨てたりしています。なので、もしマイクロフィーバージョン3を見て、まあ、ご自身が興味あるサンプルとか入ってない場合っていうのは、こういう関係に当たっちゃったっていう可能性があったりします。で、そういうオントロジーを大量のデータから自動にアスティリアサインするっていうようなことをしたり、あとは系統組成や電子の組成を自動で計算するっていうことをして、まあ、その結果としてもやっとこういう150万サンプルのマイクロバイオームデータのうち人の腸内だったり口腔内とか皮膚とか由来のマイクロバイオームデータはだいたい42万サンプルで、マウス由来のマイクロバイオームデータは9万5千、土壌由来は24万で、水由来は20万で、人工環境、これはそれこそキーボードだったりクーラーのフィルターとか、まあ、そういうものですけど、そういうものが10万、14万サンプルぐらい。あとは植物の根っことか、にある植物構成、微生物群集が10万サンプルぐらいあるということが、やっと、まあ、そういうオントロジーや自動再現があったり、まあ、そのプロセスをすることによって、やっとこれを集計することができます。で、NCBI でこういうのがどれだけあるかっていう情報を出そうとしても、まあ、オントロジーで整理されていないので、まともにか正確な数を出すことができないんですけども、マイクロブジビでそれが連携できるようになったということです。あとは、特にこれは用語が多かったので、人のマイクロバイオームデータっていうのも何歳からの人が取ったのかによって結構組成が変わったりします。特に高齢者とか乳児の人とかっていうのは腸内細菌群集も全然違ったりしますので、まあ、そういう違うだろうと論文で言われていますけども、それが関連性を調べるために年齢情報が欲しいと。言われて何人かの研究者が言われましたので、もそれらを整理しました。そうすると驚いたことに、人のマイクロバイオームデータ公開されているのが42万サンプルあるんですけども、そのうち年齢の情報を書いてくれているのが12万サンプルと半分以下しかないと。年齢くらい書いておいてくれよと言いたくなるんですけども、残り30万サンプルを何歳の人が捉えたら分類なのかが分からなかったりします。で、じゃあこの12万サンプルだけでもとりあえず年齢整理すると、こちらそのグラフになりますけども、0歳の赤ちゃんがほとんど人腸内のデータばっかりですけども、0歳の赤ちゃんが取ったマイクロバイオームデータっていうのは結構多くて、で1歳の人が近年少なくなります。でこれはもうありが当たり前で、0歳っていうのは、まあ、乳児、まあ、母乳から育っていますが食べ物が全然違うので、結構積極的に調べられているっていうのと、あと未熟児を対象として解析が盛んなので非常に参加数が多いですけども、あとも高齢者などどんどん少なくなっていくという年齢分布が得られています。なので、まあ、自分たちでメタゲーム、人腸内メタゲームとかやった場合に、その年齢層を合わせるということで、こういう検索をしていて、例えば30歳から40歳までの人とか、っていう仕事ができるようになりました。あとは、同じ人の部位ですね。糞便由来の人マイクロバイオームデータは、人マイクロバイオームデータ自体が42万サンプルのうちの半分以上が人の糞便由来です。で、口腔内も5万5千とかあって、意外とこの、いわゆる呼吸器系、まあ、気管支とかですね、そういうところも、まあ、4万5千サンプルがあって、皮膚は4万1千、で、まず女性器が2万1千ぐらいっていうのも統計量としてありましたので、まあ、表情内だけで比較解析をしたいっていう場合も、自分の検査ができるようになっています。あとは、まあ、抗生物質投与しているか否かとか、このプロバイオティクスを投与しているかどうかとか、どういう国の人なのかとか、ということを判定しましたりしています。あとは、HMDO っていう感染症のオートロジーでの感染症というか、微生物が関連している可能性がある病気のオートロジーを整理して、それをサンプルに、各サンプルに判定しますので、それで、まあ、どういう病気由来の人マイクロバイオームデータがたくさんあるのかっていうのを見ることができます。でこれが、まあ、サンプル数が100以上ある疾患って大体50疾患あったんですけども、その中で特にサンプル数が多かった、まあ、18疾患っていうのをリストしてますけども、一番多いのは潰瘍性大腸炎って言われる IBD、 結構大きなあのカテゴリーの病気ですけども、が、まあ、大体3万7千ぐらいあって、まあ、これ非常にアメリカとかでもヨーロッパでも非常にたくさんの、まあ、もちろん日本も含めて大量のメタゲームデータというのも出ているので、まあ、大体確かにそうかなという感じですけども、あと皮膚炎とかニキビ、
で、まあ、喘息とか、まあ、大体たくさんあります。で、虫歯とか、まあ、明らかにバクテリアが原因になっていると言われているようなところなんかそんな理想はなくて、バクテリアの関与を疑われているような病気というのはたくさんあるんですけども、もう感染症って言われているのがもう細菌性膣炎とか赤痢とか歯周炎とか虫歯ぐらいで、他はほとんど感染症とは言われてないものが実は結構マイクロバイオの価値からやられていると、これで分かります。ほとんどは 16S ヨーソマネゲージのアンプロンカイスで、初等はこのうちの大体7分の1くらいしかないんです、はい、っていうようなデータを整理して検索しやすいようにデータをこちらでアノテーションし付けしたものを使うっていうようなことができるようになっています。で、詳しくはこの2回か3回前のアジャックスで、ちょっと短いんですけども使い方のハンズオン講習からしましたので、それらも統合 TV に上がっていますので、ここで検索すると遺伝子で検索したい場合とか、系統で検索したい場合、また見た目でも検索して録音したいっていうような場合とかに、それぞれ場合分けしてどういうやり方があるのかっていうのを紹介していたりします。実際はこういうマイクロ TV のベータ版のサイトがあるんですが、そこにアクセスしてこのアナリシスっていうのをやると、メタゲームアナリシスっていうのが出てきますので、それを選んでいろんな関東とか系統とか、ここの場合だとガッと、人腸内由来、腸内由来っていうのを検索して出てくるメタゲームデータ、この場合3つを選択してますけども、それらを選択してあげると、これ1個は人腸、シープルだと、シープルだと、あんま人以外のやつも取れてきてますけども、これを回すですね、いろんな腸内由来のマイクロバイオデータというのを選択して比較解析っていうのを押してあげると、もう系統組成とかを一度で解析できるようになっています。で、これまではバージョン2でもできた機能ですけども、バージョン3の新機能として、これは12月中に切り替わりますけども、いろいろとできるようになっています。主に絞り、マイクロバイオデータの絞り込み検索が非常に高機能化していて、一つは、いくつか例を紹介しますけれども、微生物の生息環境をオントロジーで整理していて、そのうちのそういう土壌由来っていうのをここで確信してますけれども、これ自体バージョン2でもできたんですけど、サンプルサイズが非常に上がっています。で、このハズネオと、ネオ、微生物の生息環境で検索したいという場合に、土壌、そういうって書いてあげると、大体今のところちょっと見にくいんですけど、24万サンプルぐらいがのマイクロバイオデータがずらっと取れてきます。畑の土壌だったり、いろんな土壌とかのデータが取れてきます。で、同様に、例えばがん由来、これも腸内細菌とか人とか関係ない、多分がんっていうので検索すると、ここもこれ HMDO って病気のオントロジーで検索することができるので、ここに検査と入れますと、がん由来のマイクロバイオデータが3500件ぐらい取れてきます。ほとんど人の大腸がんのアンプリコン解析とショットガン解析のデータです。で、これもニーズ非常に多かった日本人由来のマイクロバイオデータだけを検索したいということもできるようになっています。これも人種というか、人種というかエスニシティですね。エスニシティを整理していますので、その場合は、これは確か、ジャパニーズで検索すると出てきますけれども、そうすると、バージョン3だと1500件ぐらいマイクロバイオのデータが出てきています。ほとんどこれもアンプリコンばっかですけれども、この数ヶ月で、日本人の人腸内メタゲームの、ショットガンメタゲームのデータが600サンプルぐらい出てますので、それも全部検索できるようになっています。ということで、マイクロのバージョン3の特徴としては、かなり、微生物の統合データベースといってもかなりマイクロバイオに特化したような統合データベースになっています。理由としては個別のバクテリアのゲノムだったりオーソロとかのデータベースというのは非常にいいものが、MCDI だったり EBI とかあったりしますしので、それらよりもよりに最近爆発的にデータが増えているマイクロバイオの方にシフトして統合データベースをちょっと作り変えたりしました。または環境だったり病気のオントロジーとかっていうのを手動ではアサインできない、アノテーションできないようにサンプルの数が増えましたので、もうこれも完全に自動的にアノテーションしています。なのでただそのチェックは完全には目ではできていないので、変なアノテーションがあるかもしれません。その場合はご指摘ください。
あとは150万サンプル以上のマイクロバイオデータっていうのをメタデータで検索できるので、まあ、これは多分他のマイクロバイオデータベースではできないことだと思います。もちろん自然言語で単にソイルとかで検索した場合、普通の他のデータベースだと温度値とかで整理されてない状態で検索ができるんですけども、もうこの自動アノテーションの結果っていうのを、温度値の自動アノテーションの結果を整理検索できるようになっているのはマイクロビーだけじゃないかなと思います。あとは現状その遺伝系のスーパーコンピューターを使ってこのマイクロバイオデータっていうのの配列解析をしているんですけども、もう全然1ヶ月で数万サンプルを割ったらいい方っていうレベルです。なので160万サンプルは全然届いてない状態なので、もう数ヶ月に1回この計算が終わったサンプル、数万サンプル分だけとりあえず追加っていうのをどんどんやっていってるようにしています。なので今までバージョンを1個上げるのに3年とか4年かかったんですけども、まあ、それも全てこのマイクロバイオのデータの再解析にすごく時間がかかってたんですけども、もう終わった分からどんどん追加していくっていうような形に更新方針を変えています。ですので3ヶ月ぐらいだったら検査結果がガラッと変わっちゃってる可能性があります。で現状データとしてもできているんですけども、あとアプリケーションのバグ取りと、あとはやはりこれ統合データベース結構海外とかからアタックとかされますので、そのセキュリティ面のテストを結構しっかりしないといけなくても、それをしているので12月中にはできるかなと、ここからバージョン3のデータも見えるかなと思います。でここがマイクロブリーフィーの基盤となるところの紹介で、もう一つちょっとまだもう一つのアプローチというのがあって、これは配列データ、せっかく全部これ配列データのマイクロバイオデータを使ってますので、配列データでマイクロバイオデータっていうのをクラスタリングとか見えないかということをやっています。というのも、オントロジーを使ってマイクロバイオデータを分類しているんですけども、非常にもどかしさがあって、この環境っていうのは本当にもう土壌か海かとかっていう、きっちり分けられるものかって、そんなことは全然なくて、例えば波打ち際の砂浜は土なのか海なのかって言われると微妙だったりするわけですね。でそういうもの、あとは排水なのか普通の淡水なのかっていうのも結構微妙だったりします。なので環境っていうのは必ずしも連続的、離散的じゃなくて、おそらく連続的だろうっていうのがいろんな論文でいろいろ言ったりします。でいくつかの論文とかも大規模なメタゲノム比較解析とかやってるんですけど、そこでも微生物分子がバッチリと2つに分かれるとかっていうことはあんまりなくて、こういう連続的に微生物分子っていうのも分布していて、もちろん密度の違いがあるんですけども、これを明確に3つとか4つにカテゴリーするっていうのは結構難しいってことは言われています。ただオントロジーで分離しようとするとどうしても0、1みたいな形で分類しないといけないので、そこが非常にもどかしさがありました。でそれを我々のグループの研究員の東君っていう方が非常にその辺の機械学習に強い方ですけども、いろいろと出した自然言語処理とかでやってるような技術は使えないだろうかと考えてくれました。でやろうとしていることっていうのは、もともといろんな微生物分子各サンプルっていうのはさまざまな環境要素の集合体だろうと考えています。で微生物分子の系統組成とか遺伝子の組成が変われば、それはつまり環境、そこの環境というのが違うんだと、それ環境が変われば微生物分子も変わるという前提があります。その前提は満たしているということで、じゃあいろんな例えばサンプル1だと、これはもう淡水の微生物分子そのものだろうと、これ 100% 淡水で、サンプル3だと 100% 排水だとして、このサンプル2というのは一部排水の環境要素がちょっと混じっていると、これでこういうふうに考えると、オントロジーでは分離する場合というのはこのサンプル1かサンプル3か0か1みたいな感じで分類するんですけど、数十パーセントは普通の水で、数十パーセントは排水の要素が混じっている分子ですよというと、ああいうことがこういうやり方もあるんじゃないかと考えました。でもこういうのは自然言語処理でよく使われているもので、まあ、これもアノテーション情報とかしてみると、リバーとかウェイストウォーターとか微妙に排水っていう要素が入ったりすると、多分これは2つの環境の混ざり物だろうと考えることができるので、これをどう
調理しようかと考えて、もともとマイクロ DB だと微生物の系統組成の情報っていうのを計算してありますので、まあ、どういう属がどれぐらい多いのかっていう情報っていうのは3万3分ぐらいもすでに計算されていました。これはバージョン2の情報ですけども、でそれに対して環境情報っていうのを同時とかを使っていろいろと整理していました。この時代のデータっていうのをどっちも3万サンプルは共通しているので、それの系統組成の情報とどういうアンテーション情報を使っている情報を合わせて、このトピックモデルっていうのが自然研究でよく使っているあのクラスタリング手法、クラスタリングかな、クラスタリング手法があって、これを使ってあげると、もともとそのサンプルが取られた母集団っていうのがどういう環境要素の集合体なのか、何十パーセントはどういう環境要素のか見られて、何十パーセントはどういう環境要素が見られているかっていうのを統計的に推定することができます。これを調べると、例えばある環境要素っていうのがあって、これはもうほぼ土壌でしょうと。で、ある環境要素だと、これはもうウォーターとかシーとか、これ単に、まあ、ここのワードは単にその環境っていうのがもともとどういう、これ人間が理解できやすいしやすいようにこう表現してるだけですけども、このトピックとかっていうのが実際にこのトピックモデルをして出てくる各数の 3万3分のデータっていうので、まあ、どういう環境要素があるかっていうのをトピックモデリングで推定した結果っていうのは、数十環境っていうのが出てくるんですけども、それはあの各環境っていうトピックと定義してますけども、例えばトピック17っていうのは、まあ、メタデータから考えると土壌っていう単語がたくさん出てくるので、多分このトピック17っていうのは土壌でしょうと。でトピック40っていうのはウォーターとかシーが出てくるので多分海水でしょうとか、トピック79はガットっていうのが大量に出てくるので多分人腸内っていう環境を表してるんでしょうっていうのを、メタデータのこの系統組成の情報から推定することができます。でまあ、それらのデータっていうのは、大体3万サンプルだと80個ぐらいの環境要素の集合体だろうと推定することができました。これらを使って、まあ、じゃあ各環境、各サンプルっていうのがどういう環境要素がなってますかっていうのを二次元で表したのがこの LEA っていうツールになっています。これはもうフリーで使うことができますけれども、結局この各ここにすごくちっちゃく点が各サンプル公開されているマイクロ DB に入っているメタゲームデータとかアンチログサンプリコンのデータで、それがこの写真は各環境要素、80個ある環境要素を表していますけれども、このトピック順などとの土壌だと、で土壌を見上げ、土壌の要素が強いようなサンプルはこの辺に点が集中しているという感じになっています。でもこの辺ってことは、だいたいマイクロ DB どうしても現状人腸内とか人未来の範囲マイクロバイオデータが非常に多いので、人とか共生環境由来の環境が非常に多くなっていますけれども、例えば腸内だといろんな健常時の腸内っていうものと何個かのクラスターに分かれると言われていますけれども、それらがもう見えてきていて、1、2、3、4つぐらい見えてるか5つぐらい見えてますね。それら以外にマウスの腸内細菌群種で、ここはこの各点というのが各サンプルの系統組成を表していますけれども、でこの距離が離れるとそれだけ系統組成が違うということを表しています。よくある PCA とか PCOA とかと表現手法としては結構似ています。今それらこのクラスターというのはマウスとはちょっと離れていて、人からも人腸内からもちょっと離れているんですけど、ここはもうメタデータを見るとノートバイオとか、まあ、ムキンマウスの腸内細菌群種ですね。ムキンマウスに人の糞便を移植した場合の腸内細菌群種としてこういうところに来るという感じになっていて、まあ割と予想が合ってるかなという感じになっています。で、結局この LEA っていうツールは何をしたいかというと、微生物の系統組成だけから環境を推定したいというのが目的です。何に使えるかと言いますと、それは自分の受領計算というものの初期間のデータっていうのを、まずこの系統組成を計算するときに苦痛っていうのに投げてあげると、パソキファイル先を投げてあげると、
まあ、系統組成が出てきます。その系統組成っていうのを LDA に入れてあげると、自分のサンプルがここに環境情報を入力する必要は全くないんですけど、まあ、どういう環境がいるかというのを系統組成から推定することができます。であとは自分の興味がある系統ですね、まあ、エシェイシャとかフレバテラとかっていうのがどういう環境が多いのかっていうのをここから推定することができます。で、一部でもしますけれども、この LEA っていうサイトも公開されていて、この LEA マイクロからアクセスできますけれども、2次元版と3次元版があって、2次元版の場合ですとこういう感じになっていて、1個ずつがサンプルを表してますけれども、これだとこの SRS ってなんちゃなんちゃ、まあ、昆虫のつま先に移して、それもこれはラクト効果素、乳酸菌が結構多いっていう感じになってますけどね。これ1個ずつがこれサンプルになってます。で、知りたいのは、例えば、プレボテラっていう属がありますけど、バクテリアの。これがどういう環境に多いのかっていうのを知りたい場合、ここに系統に入力して算出すると、この辺がハイライト。プレボテラがたくさん見つかるサンプルが自動的にハイライトされるようになっていて、この白い点ここに多いところが分かりますね。もちろんこの辺もちょっとありますけどね。で、ここ何かっていうと、まあ、豚とか牛の、まあ主に豚ですね、豚の腸内細菌群集とかプレボテラが非常に多いっていうのが知られてますので、そういうところに多いというのがマイクロバイオのデータの時からわかります。あとは、この辺にもちょっと点があるんですけども、我々の口の中にもプレボテラって多少いますので、そういうとこにも多いですよっていうのを、この点の集中具合で 見ることができます。なので、自分の興味がある系統とか、あと自分の興味があるサンプルっていうのが、どういう環境であるかっていうのは自動的に推定することができたりします。系統名に利用した場合はどういう環境が多いのかっていうのをこの LEA 上で見ることができたりします。はい、3次元版もあったりしますけども、僕は2次元版の方が好きなので2次元版だけ紹介しましたけども、こういうことができるようになったりします。マイクロバイオ自体は基盤データとしてマイクロバイオに特化したデータというのを整理した統計データベースになっています。で、それらから、もちろんキーワード検索とか絞り込み検索で、いろんな環境とか病気に注目した場合に、どういうサンプルがありますかっていうのは、マイクロバイオでデータを検索することができます。あとは、じゃあ自分の持っているサンプルがどういう環境に近いのかという、あと、公共データ中のどの系統組成、持っているサンプルと近いのかっていうのを、この LDA っていうのを使えば見ることができたりします。ということで、まあ、ビジネスの統合データベースと言っていますけど、現状マイクロ DB バージョン3っていうのは、非常にメタゲノムとかに特化したデータベースになっています。ということです。はい。ここまでマイクロ DB の説明でした。僕の発表としては以上になります。はい。ありがとうございました。